いろいろですね、一覧などをオンラインなどで調べていただければ、このような学校バーッと多分東京都内ですけれども、出てくるかと思います。下の方行くと、早稲田とか立教NISAとか、まあ、非常にこう一般入試でも人気かつ偏差値が高いような学校もあるんですけれども、そういった学校はこう一般入試と全く同じ内容で、同一入試という形で取られるケースがほとんどです。中にはですね、まあ、学習院さんとか、ここにはないですけれども、本郷さんとかですかね、人気のところ、試験が同じだけれども、加点があるよというような配慮があったりとか、いろいろ学校様々ですね、帰国生入試に対しての配慮というのは様々なんですけれども、やっぱり急に帰国が決まってしまったとか、中学入試に向けて全く準備していませんでした、できなかったですっていう子たちは、そういった学校を目指すのはさすがに現実的ではない中で、どういった学校が選択肢あるんですかというところでですね、今回このような、5つの、会場はもしかしたらちょっと違うのかもしれないけれども、それでもですね、5つの学校ですね、ピックアップさせていただきました。ということで、早速ですが、まずは、海城中学校、人気ありますね。こちらの対策についていろいろとお話をしていきましょう。では、あゆ先生、ここからいろいろ、はい、はい、紹介よろしくお願いします。はい、まずピックアップさせていただいたのが海城中学校さんで、まあ、一般の、まあ、学校の、例えば偏差値から見てもすごく高いところで、まあ、ある意味も進学校、難関校だなというふうに皆様、思っていらっしゃるのかなと思います。ただ、結構ですね、帰国枠としても、入試の設けている学校であるので、結構お問い合わせでここの学校を目指していますというようなご相談をいただくことはあるかなと思います。こちらのスライドにはいろいろ帰国生試験の概要だったりとか、試験方式について書いてあるんですけれども、まあ、この次のページからですね、詳しく学校の、おすすめポイントだったりとか試験のことについてお話を進めてまいります。はい。で、まあ、学校ホームページとかパンフレとか説明会を見ていただいたら、より詳細は把握できるかなと思うんですが、ちょっとここのスライドにはですね、パッとこれが特徴的だなっていうのをまとめさせていただいたので紹介をさせていただきます。まず一つ目は英語の取り出し授業があるということがポイントかなと思います。やっぱり英語のレベルの違ったお子様たちがですね、入学した先で自分自身のレベルに合った勉強ができると、より実力も伸びていくよねというところの学校は考えていて、やっぱそういった考えが反映された授業が展開されているというのが特徴であります。でまた下に30年の歴史のある国際学級ですね、で3年間って書いてあるのは中学校の 1,2,3 年間もあるよというところで、まあ、国際学級の設けている中学校がおそらく5校 4,5 校かなあるかなと思うんですけど、そのうちの一つというところで、まあ、国際学級探されている方っていうのは一つ候補に上がるポイントかな、学校かなというふうに思います。で、二つ目が、研修ですね。海外研修があるよというところで、実際に中学校で1週間、アメリカに行ったりとか、2週間、高校ですね。高校だと2週間イギリスに行ったりとか、まあ、そういった海外に行って、現地でフィールドワークをしたりとか、勉強したりとかっていう機会があったりするので、まあ、こういったところも活用できる、いい学校かなというふうに思っております。また3つ目にイングリッシュキャンプのようなですね、ものも設けられているので、まあ、こういった3日間の間の中でネイティブ教員と一緒に勉強したりとか、いろんな活動に取り組む中で英語を実際的に活用していくというような機会もあったりするので、まあ、ところどころで進学校で難学校で勉強に力を入れつつ、そのグローバルな視点で教育が展開されているというのが特徴的かなと思います。で海外大に進学される生徒さんも毎年7から10名ぐらいいるよという学校であったりするので、一つですね、そこも抑えられるといいかなというのがこちらの学校の特徴です。で早速ではあるんですけれども、試験についてですね、お伝えをさせていただくと、こちら A 方式と B 方式っていう2つの方式があるので、これまで学習されてきた内容だったりとか、自身のですね、強みだったりとかに合わせて試験方式は選ばれるといいんじゃないかなと思います。ただ多く英語の得意な方がいらっしゃったりするので、英語をですね、活用した試験を受けて入学、B 方式の方ですかね、で試験を対策される方が多いかなという印象であります。で補足の方にちょっといくつか項目書かせていただいたんですけれども、まあ、国語と数学は A、B で共通であります。で英語のことに関してはですね、自由記述の作文問題があるので、こ
ちらは、要対策が必要になります。また後ほどご紹介をいたします。また英語の検定資格の加点がないというようなところなので、もう本当に本番での実力をですね発揮できるかどうかがポイントになります。また面接ですね、こちら毎年毎回出題されるようなテーマではあったりするんですけれども、海外で生活していた国ですね、自分自身が生活していた国や地域と日本との違いについてですね、自分の考えを2分ほどでスピーチをしていくというものがあったりするので、こちら自己 PR とか志願理由書とか、なんかそういった対策に近いのかなと思うんですが、こういった準備も必要になってくるので特徴的かなというふうに思っています。でまたこちらにちょっともしかしたら数字が小さいかもしれないんですけど、サクッとですね出願の状況等々をまとめております。なので見ていただくと倍率も 3.4 からもう4倍に近くあったりするので、なかなか簡単ではない試験かなと思います。で試験の教科のですね平均点を見ても国3についてはですねすごく90点近くですね、こちらは問題が簡単だからっていうのもあるかもしれないですし、受験生のレベル高い可能性もあるんですけれども、しっかりとですね準備はしていく必要があるかなと。ただその一方で注目なのが英語ですね。こちらは平均点が51点というところで国産よりも低かったりする、そもそもの満点がですね小さいというところもあるんですけれども、ただですねそれぞれ何でしょうか、もうほんと 8、9割近く取っていけることが必要なので、準備が必要かなと思います。では早速ですが英語の試験についてですねポイントだけお伝えさせていただこうと思います。英語の試験に関してはですね、こちら40分で試験が準備されておりまして、60点満点の試験になります。で3つのセクションにですね分かれていて、1つ目が自由英作文で30点で、2つ目が、空欄補充ですね、文章が与えられて空欄に適切な語句を補充する問題が15点、3つ目が文章理解ですね、こちらは英語で質問されて英語で文章内容について記述して答えるというものが15点あったりするので、それぞれ割と何でしょうか、難しめな内容になっているかなと思います。で、1つその自由英作文に関してこちらに例で書かせていただいたんですけれども、自分自身の経験だったりとかっていうのを100ワードほどの文章に落とし込んで書いていく必要があったりするので、こちら100ワードだとそれほど文字数は多くはないんですけれども、やっぱりその少ない文字数の中で凝縮してですね、自分のことを伝える必要があるので、こちらは練習は必要になってくる試験内容になっているなと思っています。で、英語レベルは間違いなく準1級レベルは必要かなと。いうふうに思っていただいていいので、ぜひこちらの学校を目指される方は事前に準1級レベルの読み書きまた語彙力っていうのを身につけられることがおすすめとなっております。でまた先ほど簡単にご紹介したスピーチに関しては、毎回2分間でスピーチする練習が試験があったりするので、こちらは実際にですね口頭で自分の考えを伝えるっていう練習をされることが、進められております。はい、算数ですね。算数はご存知の通り、海上中学校は非常に理数に力を入れている学校です。学校見学行く機会があればぜひですね、設備を見てみてください。理系男子にはたまらない設備が揃っているような非常に魅力的な学校なんですけれども、算数はやっぱり難しいです。基本的に一般入試相応の算術力、思考力が必要だと考えて入試の対策挑まれてください。もうまんべんなく全部出ます。特殊算もそうですし、特に規則性とか点の移動とか変化を追うような問題、よりこうただただ計算するだけというよりは、結構こう右脳左脳をこう使いながら考えていかないといけない、考察力が求められる問題が会場っぽい問題が多いです。なので、規則性の入試多少ですね、一般入試よりは難易度が下がってはいるんですけれども、やっぱり難しいので、基本的には一般入試も相応と考えて準備をされてください。大手塾とかに通われている場合ですね、四谷大塚シリーズなどいろいろありますけれども、その中でも発展問題、シリーズぐらいまでちゃんとこうできるように日々練習をするというのが重要なポイントになります。またですね、過去問題がそもそも数多く揃っていないはずなので、そういった場合はですね、よく一般入試ではよくあるんですけれども、会場を狙っている方たち、例えば芝とか本郷ですとか、同レベルの問題ですね、ちょっとこう似たような問題とよく言われているもの、そういった他校の入試問題も一般入試の
問題も使いながら過去問題演習ってやるのが、まあ、一般的には一応、まあ、理想的な練習の方法かなと思います。残された時間で、どこをどれだけ強化していくかっていうことを考えながら、できるだけですね、多くの時間を過去問題演習に当てられるように早くから準備取り組むことを、推奨しております。はい、ということで、まあ、パッパッパッと短く、はいはい、次は攻撃者に行こうと思います。はい、はい、どうぞ。続いて、攻撃者の、入試についてですね、まあ、こちらも、まあ、難関校と言われる学校の一つかなと思うんですけれども、やっぱりですね、こちらの学校を目指したいよっていう方もたくさんおります。で、まあ、試験にもですね、まあ、特徴がありますので、まあ、こちらもまた同じような流れで、ご説明をさせていただこうと思います。はい、それでは、試験のことについてですね、あ、その前におすすめポイントです。はい、こちらですね、先ほどもお伝えさせていただいたんですが、攻撃者に関しても国際学級がですね、ありますので、勉強はですね、すごくしやすい環境になっているかなというふうに考えていただいて良いです。なので、まあ、もちろん英語力ですね、生かしたまま中学校3年間を過ごしたいという場合はですね、まあ、周りに切磋琢磨できる仲間が揃っているというところでありますので、まあ、勉強に熱心にですね、取り組まれていらっしゃって、また今後もそうやっていきたいよという方に関してはぜひ挑戦されるといい学校かなという一つです。で、また2つ目がですね、国語と数学と英語の習熟度別クラスがあるということで、こちらは本当に何でしょう、学力に力を入れている学校ならではかなと思うんですけれども、まあ、それぞれのお子様のですね、力に合わせて無理なくですね、ステップアップできるような環境が揃っているので、まあ、こういったことを経てですね、まあ、下にも書いてあるようなですね、大学だったりとか海外大に進めるような環境が整っているかなというふうに考えていただいていいかなと思います。で、まあ、下の方にですね、ちょっと数字が小さいかもしれないんですけれども、ちょっといくつか進学実績ですね、記載させていただいているんですけれども、まあ、本当に最難関の国立大学はじめとしてですね、私立も含め、かなりの人数ですね、進学しているような学校でありますので、まあ、将来的に国内の難関校に進んでいきたいなという方に関しては、早い段階からもう入学されてですね、勉強されるといいんじゃないかなというふうには思います。続いて、もう試験対策についてですね、お話をさせていただこうと思うんですけれども、もうサクッとですね、書かせていただいたんですが、倍率が 1.4 倍ほど、それほど高くないようには見えるんですけれども、ただですね、倍率が少ないからといって、試験対策をしないと、全然得点の取れないような試験構成になっていたりはするので、しっかりと準備していきましょうと、はい、いうことで、ちょっと次のページから詳しくお話をさせていただきます。で、一つ特徴的なのがですね、英語の試験ですね。こちら非常に重要かなというところで、お話をさせていただきます。こちら50分の試験なんですけれども、構成としてはですね、こちらのスライドにある通りになります。なので、読解が対問2つですね、と、文法問題が、あって、で、最後リスニングっていうような構成になっています。で、一つ目の対問1の1の物語文の読解に関しては、結構ですね、それこそ準1級、2級レベルの単語っていうのが、含まれるような文章を読み解く必要があっているので、そこは難しいかなというふうに思います。で、加えて、物語文特有の表現だったりとか、文章の書き方っていうのはされていたりするので、まあ、例えば普段英検の準1級レベル、1級レベルはスラスラできるよっていう子でも、なんか物語文を読むっていうことに対する相性が良くないとですね、どうしても解きこなせないようなことも起こるような試験になっているので、もし攻撃者さん受けられる場合にはですね、物語文の対策は頑張ろうということを一つ念頭に置かれるといいかなと思います。2つ目の大問1、2の、読解問題に関しては、こちらもオーソドックスの説明文に近いものであったりするので、まあ、例えば英検とかTOEFLとか勉強されている方に関しては適用しやすい試験内容になっているかなと思います。で、一番最後の対問2に関して、文法問題ですね。こちらはなかなか癖が強くて、右下に、実際の問題を掲載させていただいているんですけれども、本当にですね、日本の中学生、高校生がですね、力を入れて学ぶような文法事項が問われるという試験内容になっているので、帰国生、海外生で、なんとなくその文章の意味はわかるとか、文法で感覚では解けるっていう方も多いと思うんですけれども、ただそれだけだと、解きこなせないような問題が多かったりするので、そこはですね、しっかりと準備されていく必要があります。特にそのそれぞれの文法問題で、まあ、何が根拠で、どの選択肢になるのかっていうことはですね、自分で説明できるような状態まで持っていかないと、得点ができないような
セクションになっているので、こちらはですね、ぜひもしこちらの学校を受けられる場合には、この文法問題っていうのを力を入れて勉強されるといいかなと思います。で、リスニングに関してはこうですね、得点取りやすいような難易度になっているので、ぜひ耳が鍛えられていますよという方についてはですね、満点狙っていけるといいかなと思います。はい、はい、ということで算数ですね。算数は会場と同じようにですね、一般入試相応の、算数、算術力、思考力が求められると、お考えください。特に、近年ここ数年でですね、軟化傾向という印象です。一般入試にほぼ、近いような問題になっているかなというような印象です。今後もしかしたら液化するかもしれませんが、基本的なスタンスとしては一般入試レベル、それ一般の受験をする子たちと同じぐらいの勉強量準備が必要だというふうにお考えください。特にですね、際立って声が出やすいとかそういった癖があるわけではありません。割とストレートな問題、まんべんなく特殊算、速さ、規則性ってよくある、中学受験の問題が出てきます。図形問題もちゃんと出てくるので、本当にまんべんなくしっかりと中学入試の準備をするというようなのが必要になってきます。会場と同じですが、一般入試の問題にもチャレンジする時間を作ってですね、少しでも応用問題にしっかりと対応できるような時間ですね、準備をしっかりと取っておくということが重要になるので、算数もですね、もし苦手だなとかいう場合は、算数の時間をしっかりと確保できるよう、普段のスケジュールですね、勉強の時間を考えてみてください。